ホスト自体はもう、もともと南とか名古屋でやってて、そうなんですよ。まあ、3年ぐらいになるんですけど、ニコ生初めてです。イエーイ、よいしょ、お願いします。やった。なるほどね。私は結構もういろんなとこで、はい、東京来たのがいつぐらいなんですか？東京来たんがもう2ヶ月目ぐらいで、今最近2ヶ月ぐらいですね。へ、そうなんだ、はい、なるほどね。いや、実は僕も名古屋出身なんですよ。あ、そうなんですか。はいはいはい、で元々京都で、はい、祇園でホストしたりして、そんな感じで、名古屋ですね、確か。はい、自分は愛知です。自分出身。あ、そうなんですね。はい、まあ、結構つながりがあるということで。なるほど。はい。まあ愛知つながり、ね。愛知つながり。愛知つながり。出身どこなんですか？出身は関西ですね、神戸。ああ、いいとこですね。住みたい街ランキング1位の街なんで。めっちゃいいとこですよね。はい、もう三宮とか楽しいですね。三宮いいですね。方言あるんですか？方言ありますね、一応神戸弁っていうか。関西、ほぼほぼ関西弁に近いんですけど、なんかちょっとイントネーションが違ったみたいな。いいっすね、関西弁。はい、そうです。ありがとうっていうのがいいっすよね。ああ、そうですね。いいからね、はいはいはい、ちょっと語尾上げるみたいな。ありますね。めっちゃいいっすね。いいっすね。あと、僕も京都5年くらい住んでたんですけど、はい、なんか、今でもちょっとあれだなと思ったのが、マックのこと、マクドって言いますよね、関西弁。ありますね、ありますね。なんなんすね。だから、めちゃくちゃ突っ込まれますもんね。はい。だマックかマクドかで揉めるみたいな。ありますね。あと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかもね。ユニバか USJ っていうかみたいな。あ、なんかユニバとか言う人いますよね。いますね。ね、なんかそういうご当地カラーが。ね、結構癖があるんですね。癖がありますからね。ドナルド。まあ、東京の人、ドナルドって言おう。ドナルド。ドナルドはドナルドちゃう。別にドナルドはドナルドって。ディズニーになってますからね。上がんないし、別に。もうそこは。なるほど、なるほど。へ、まあね、どんどんなんか地方の人が多いですかね、やっぱ東京の人は。ね、東京出身の人って本当にいないですよね。あ、そうですね、歌舞伎町。あんまり聞かないですよね。マックのツアー。マックドナルドみたいな。いや、これはちょっと僕、ちょっと個人的な話でちょっと、はい、申し訳ないんですけど、はい、これは言いたい、朝マックってあるじゃないですか。はいはいはい、あ、マックが自分で書いてるじゃないですか。はい、もう朝マックが認められてて、はい、マックなんですよ、マクドナルド側からしても。そう。そこは言いたい。そう。そこはマクドじゃないよって関西の人に言って、いつも。はい、このよそもめがみたいな、ね、冷たい集中受けるんで、はい、ちげえわってなる。なるほど、なるほど、そんな感じです。はい、いや、今日は3人ですか？今日3人なんですね。3人なんです。すごい少ない、少ないかな、わかんないですけど今日少ないですね。いや、僕もぶっちゃけちょっとそのまああの バックナンバーみたいなのちょっとちらっとしか見てないんで、なんかマックス5人ぐらい、そうですね、そうですね、確かに、はい、今日3人、それもまだもうまだ入りたてみたいな感じですね。そうですね、1回目なんで、ね、なんか僕もたまたま前回初めて行ったんですよ、大輔さんの卒業式みたいな、はい、すごいええ感じのね、はいはいはい、ね、はい、感じだったね。まあまあ、なんかまだわかんないですけど、全然感覚が仲良くしてください、本当に。あ、はい、神って書いて神って読むんですか？そうなんですよ。なるほど、なるほど、そういうことですね、はい、なんか神なのそういうことか。そうですね、一応名字もあって、名字が七福っていう、七に、漢字の七に、七福神っていう。あー、なるほど、つなげてね。そうなんですよ。そういうことなんですか？もうノリでつけて、うん、本当にもう。いやいや、大事っすよ。若干後悔しますけどね。歌舞伎町でやっちゃったな、みたいな。ね、まだ変えられるみたいな。まだ、でもね、そうですね。それで、これで売れなきゃ、間違いない。そう、ほんまに。ほんまにそうですよ。何やねん、こいつみたいに。名前はね、演芸めっちゃいいですからね、ほんまに。そうですね。いいことありそうなの。もう、いいことしかないみたいな。じゃあ、つかみいいっすね。
そうそうそう、最初初回とか絶対いじられますよね。いじられます。まあまあまあ、まあ、もう羨ましいですね。いいことありますようにっていうね。ずっと、まあはい、こんなことね、まあ、こういう放送のとか言うのもあれですけど、はい、ずっと七福神って名前ではなかったわけです、ね、ずっとは違いますね。ああ、なるほどなるほどなるほど、ね、もうね、七福神ね、ぜひ覚えて、七福神さんよろしくお願いします、はいはい、名前ってどうやって決めるんですかね、その源氏なんて、みんな。ああ、でも、どういうふうに決めました？自分は、うん、なんか、あれですね、名前は本当に本名は違う名前なんですけど、よく翔って呼び間違えられることがあって、はい、でそれで、なんかまあ翔にしようかなみたいな。ああ、なるほどなるほど。ひじきじゃないわ。ひじき、言いたいだけやもん、ひじきって。ひじきなんて返すだぞ。最初、はい、最初のニコ生当初からずっとひじきって誰かに、はい、ああ、なるほど。ひじりって言われることが多すぎて、はい、はいはいはい、多分翔って覚えてないですよ。ああ、なるほど。ひじりって覚えてない。ひじり、まあ僕もぶっちゃけ、なんかね、LINE とか見てひじりさんって思ったら、あ、これでしょうって呼ぶんだって。ひじりとかでしょうって呼ぶみたいなね。のび太くんみたいな顔してうるさいわ。中のシャトルがのび太くんから。いやー、まあ、もういいよ、ひじきで。別に俺が言うことちゃうけど、ひじきでええんちゃう、別に。そう、いいキャラですね。いいな、右やから、ドラえもんちゃうわ、やかましい。誰がドラえもんや。ミッキー買っとんねん、ここにミッキー。ミッキー。そうそうそう、ディズニー、そうディズニー、ディズニー、ね、そうそうそう、ディズニー、ありがとうございます。よ、二等身、やかましいわ。東京のディズニーじゃないですか。そう、誰だね、それあげたらダメだ。顔でかいから、やかましいわ。何これ、もうジン君、タイプ、タイプ、タイプ、いいね、いいね、こういう質問。タイプ、タイプ、女の子のタイプ、あー、そうですね、でも思いやりのあって、うん、笑った顔が可愛い子がタイプですね、うん、あー、はい、なるほど、なるほど。笑顔が可愛い子、はい、素敵やん、ね、顔も組んでるやん。何これ、今いい話聞いてんだから。タイプの話聞いてんだから。同じ人から、そう、全部同じ人からですよ、うん、なんかもう後で調べるで、これほんまに動いますね、しゅんくんタイプ、思いやり、そう、なんか、ね、笑顔が綺麗、可愛い子、ジンくんの、まあ、よかったっけ、ごめんね、はい、ひじきさんは、いや、ひじきさんは、はい、いや、自分は、はい、ひざこと大好き。あ、だから今日開けてるんですね。そういうわけで出していくスタイルみたいな。女の子の膝が好きで、はい、まあ、膝が綺麗な子だったらもうひょん、ああ、結構ド変態なあれですね、タイプする。もう性癖みたいな感じになってるけどね、もう大野郎って膝、初回でまず見るのが膝みたいな。あ、そうです。じゃ、トーションとかもやめてみたいな。なんか渡さないでみたいな。このグラスを拭く感じで膝を触るす。あーあーって、わかりました。もう下ネタやんか、伝わりました、気を気を、まあそこはね、まあね、おのおのね、ありますからね、そうそうそう、気を、何フェチ、もうなんか、当時からフェチの話になってる。気を、まあ、ちなみに人間は何フェチなんですか。僕でも、うん、何フェチでもお尻フェチですね。あー、体のラインで言ったら、もうお尻フェチですね。なんかこの、見た感じのラインが、見た感じの、そうですね、ラインで。なるほどなるほど、プリっていう、もうあの感じがたまんないみたいな、たまんないですね。なるほどね、深夜3時の渡民地みたいな話がしないと、もう完全に渡民地ね、もう深夜3時の。なるほど、誰も聞いてないと思うけど、僕は、はい、あの鎖骨フェチ、あー、いいっすね、こ出てる感じがめっちゃええみたいな、はいはいはい、はい、なるほど、出てる、そうそうそう、まあ出てるほどいいっすかね、鎖骨は。あ、でもね、バランスがあるんですよ。なるほど、そう、この感覚とね、そうそうそう、間のあるんですね。夏は最高みたいな、ニット着ないでみたいな。聞いてない、うん、聞いてない、うん、聞いてない、いいよ、聞かなくて。勝手に喋るから、もう鎖骨フェチ、え、鎖骨噛みたい、鎖骨はええやん、別に、そこは噛むな、ドラえもんの口、別にええやん、ドラえもんでも、ドラえもんは鎖骨ない、ドラえもんは鎖骨ないから、まで尻みたいなやかましいわ、割れてんねんだ、飲みたい、噛んだっけ、鎖骨にお酒入れて飲みたい、もうね、なんか、わかんない、もう、ね、そんな入ってないし、鎖骨、どんなプレイ、なんか、もったい盛りみたいな、そう、まあね、おのおのいっぱいね、なんかそういうのあるっていうことで、はい、なかなかね、ちょっと興味深いというか、はい、なんかあんまこういう話しないからね、お店とかしないですね。そう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 、斬新っす、なんか、はい、まあ、僕はあの変な話、同僚さんとかね、なかなかお付き合いないんで、なんかこう仲良くなれたらな、そうですね、駅のフェチの話するみたいな。お、宮崎から GM が、マネージャーが、へぇ、はい、歌舞伎町と大阪のホストちゃう、違う、違いますね、でも、あ、ノリとかも全然でも違うところあるし、なるほど、
今おいくつなんですか？あ、僕今日でちょうど今日誕生日なんですよ。おめでとうございます。もうもっと早めに。そうそう、これいつのタイミングでよかと思ったんですけど、ちょうどリアルバースデーで。あ、リアバなんだ。そうなんですよ、リアルバースデー23だったんですけど。おめでとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ガチなやつね。ガチのリアルバースデーですね。23だったんですよ。いや、もっと早く行ってきて、行ってくれたらね、プレゼントとかも本当にもう残念、残念、本当にありがとうございます。すごい。そうなんですよ、ね、東京来て2ヶ月目で誕生日を迎えましたね。なるほど、なるほど、はい、じゃあ今年の抱負は？今年の抱負は、そうですね、とりあえず売れます。あ、なるほどなるほど。とりあえず頑張ります。なるほどなるほど。ねえ、まあ来たばっかですからね。抱負ってね、なんか新年みたいな感じ。完全に目は感じます。23って若いですね。でもそうですね、23ですね。バイベやるの？そう、バースデーイベントが今週ですかね。今週の16に早っ。はい、やるんですか？やります。すごい。はい、2ヶ月で。すごいですね。やります。やります。もう下手したら卒業じゃん、もう。いや、絶対その中ないから全然何もできないんだよ。なるほど。まあ、あれでもバーイベージね。あ、もし1000万売った月の給料何買う？難しいですね、これ。何買う？じゃあ、あの、七福神君から。七福神君、僕でも1000万売ったら、でもそうですね、半分は貯金で、半分はまあ自分のために。お、何に使うんですか？何使いますかね、まあ、服買ったりとかですかね。アクセサリー買ったり。あ、好きなブランドとか。これおしゃれですもんね。かわいい。あ、全然、でもこれ もらい物なんで。へぇ、あれなんですけど。なるほどなるほど。なんか、まあ、クロムとかね。そうですね。なんかめっちゃ買えるみたいな。ぴったりぴったりですけど、めっちゃ買えますね。そう、クロム、まあ、見せ買いみたいな感じでできんちゃうってレベルでね。はい、いけそうですからね。へぇ、今日その誕生日。ひじりさん。ひじりさん。ひじりさん。めちゃくちゃしすぎて。何使いますかね。わかんないですよね、でも持ったことないんで、そこまで。まあ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 、まあ、大量のわかんない。突き出しみたいな。紙突き出し作るみたいな。なるほどなるほど。ね、1000万か、1000万あったらね、なん、まあ、でも何でもできますよね。でもなんだかんだもう8割ぐらい貯金してしまいそうっすもん。いや、でもなんか気づいたらもうなんか貯金あるしと思ってみたら、気づいたら100万ぐらいしか残ってないみたいな感じになっちゃう。あるかもしれないですね。リアルになんか土地とか買いたいね。そうですね、いいですね。リアルに土地とか、はいはいはい、ね、アコミって書いてる。1000万の折りひんわ、もう1000万稼げんやろ。ATM 出ないしよ、もうどこの土地買う。ちょっとリアルに山梨とかみたいな。あー、新リンヤが通るさんとこ買っといて、で、売るみたいな。で、またちょっとそれで儲けるみたいな。バイバイ、ね、ホストちゃうね、そしたらもうおさやさんみたいになるね、もう。おさやさん、ホスセコずる、いいじゃん、別に。そうそうそう、東京高いからね、買えない買えない。ああ、高いですね。そうそうそう。なるほどなるほど。1000万。ドラえもん、ドラえもん買う。ドラえもんうっさいね、もう。いいよ、ドラえもん。もドラえもんねえよ。殺す気じゃなくてよかった、逆に。なんかもう。そうそうそう。北海道安いよ。あ、いいね、北海道もいいね。ああ、いいですね。なるほど。土地がね。土地トークって何なんだろう。コロッケ好き。コロッケ好き。ああ、好きや、好きや。美味しいですね。メンチカツだけどね、俺はもう。ああ、でも分かりますね。え、今日何食べました？今日ですか？今日もご飯食べてないんですよ。あ、あら。最近ちょっとダイエットしてて。あー、そうなんですよ。あんまりそうなんですよね。食べないようにしてなくて。え、でもめっちゃ細ないですか、普通に今。酒でお腹がちょっとやばいんで、もう。あー。結構出てるんですよ、こう見えても。気圧するタイプで。すごい。結構いいですか？全然全然。あ、なるほど、なるほど、なるほど。え、でも全然まだあのね。そう、まあ僕もね、そんな人のこと言えるような体型じゃないんですけど、ドライバーとかでね。あの、人生の貯金だと思ってるんで、これ。そう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 、ウエストポーチですね。夢とかね、夢とか詰まってる。4次元ポケットみたいな、リアル4次元ポケットみたいな。そう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 。なるほどじゃねえ。なるほどじゃねえ。夢と希望を詰めてね。そうそうそう、それしか詰まってないみたいな。あとカロリーみたいな。ね、でも各地美味しいもいっぱいありますからね。そうだね。だから大阪だったらね、長く住んでたならあれだよね、多分きっと。はい。なんかお好み焼きとかご飯と一緒に食べるみたいな。あ、でも全然食べますね、普通に。おすすめのラーメン屋。おすすめのラーメン屋。歌舞伎おすすめのラーメン屋。ジローですか？いや、どうなんですかね。え、に竹虎とかも美味しい、ね。あ、美味しいですよね、竹虎、ね。美味しい美味しい美味しい。え、ひじりさんは何かあります？え、自分最近ジロー行ったりしたの。変わって。ああ、新しくなりましたよね。でもやっぱなんか人が混みすぎてて、野菜なしでも大丈夫で
いいですかみたいなこと聞かれたんですけど、それでもやっぱみんな食べるってことは相当やっぱファンが多いと思う。ああもうね、なるほどね、そうなるほど、ジローの話から、なるほどなるほど、天一って、まあ、天一とかね、それに対してはもう僕はもう歩く食べれるってことで、この話はまあ CM の後ということで、はい、はい、じゃあ一旦 CM 行ってみたいと思います。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear, Happy birthday to you。 自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。いらっしゃい。 いやね、あのね、このドラえもんの登場人物みたいな、まあね、そうそうそう、ジャイアンいないよねみたいな、そうそう、静香ちゃんもいないみたいな、静香ちゃん欲しいよねみたいな、ね、そう、確かに、のび太、連れてこよう、スネ夫、ドラえもん、なんなんドラえもんってでもジャイアンも、あ、ケンもやかましいよ、何ケン人ってそんな、できないわジャイアン次来た人。なるほど、静香ちゃん、ホスキューの手、怖い静香ちゃんですね。そう、いいっすね、静香ちゃんみたいな。なんかね、そういう静香ちゃんも全然好きなんで、はい、待ってます。はい、とりあえず一回静香ちゃん探しに行くみたいな。そうですね、今度企画でやりましょうよ、静香ちゃん静香ちゃん探しの旅みたいな。いい、とりあえずピンクの服、今ピンクなのかな、わかんないですけど。どうなんですかね。そう、僕声変わる前のドラえもんしか知らないんで、僕25なんで、ドラえもん掛けが4人タケコプター飛ぶみたいな。やばいやばい、怒れ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 、かけかけ、何これ、もうさっさにこれのコメントしてくるって、いやいや、すごいですね、もうなんかね、そうそうそういう感じで、もちろんボックスで通りな、ダメダメダメ、あのなんかこんにゃく帽子みたいなとかね。じゃあ逆にドラえもんの動画あるな、今何欲しいみたいな感じで、はいはいはい、まあじゃあドラえもんの道具ですか。はい、まあでもスモールライトぐらいでいいっすね。おお、なんだろう、覗きみたいな。歌舞伎は巨大ゴキブリ出てくるじゃないですか。ああ、なるほどなるほど、あいつらを小さくするっていう。ああ、逆にゴキブリ対策で小さくするみたいな。なるほどなるほどなるほど、いやね、でかいっすからね、しょぼ。そうっすね、しょぼ、いやいや、まあしょぼいっすよね。でもネズミとかね、でっかいっすかね、歌舞伎町の。でっかいっすね、どんびきしましたもん、ほんとにやばいっすよね、あれ、ね、マジで。なんかあの普通に帰りとかね、夜中帰っててもなんか、ま、あの細い道一個歩いたらポンとなんか蹴った後でネズミやったみたいな全然ありますから。なるほど、そうそうそう、じゃあ七福神さんは。僕でもドラえもん道具やったら、うん、もう鉄板でもタイムマシン欲しいですね。おー、はい、あー、どこまで戻るみたいな。もう今小2ぐらいから戻って、小2ぐらいまで戻ってもう人生リスタートみたいな。めっちゃも巻き戻る。小2って、詳細なんかあったんですか。そのターニングポイント早くないみたいな。したいっすね。なるほどなるほど。新さん何？逆に何が？あ、僕もね、タイムマシーンやなと思ったんですけど、はい、僕たまに競馬やるんですよ。はいはいはい、はい。戻って万馬券買うみたいな、儲けるみたいな。欲がすごい。意地汚いみたいな。そうそうそう。すごい欲ですよ。そう。なんかたまに思いますもん、本当に。あの、やっぱこうね、はい、あやつで、あーみたいな、あーあーあこあこいつさえ買っときもみたいな。ああ、そう。大体そうですよね。うん、はいはいはい。欲と脂肪でしか。だからこうなったんだよ、かましいそれでそのお金と誓うみたいな、はい、なるほど。そうなっちゃう話してんだよ、これもう夕方の4時からもう、本当に、だからほら、かましいみんなそこ拾うみたいな。そう、なるほど、なるほど。いやでもね、ドラえもんね、はい、いやでも最近テレビ見ないしな、もう見ます、テレビ。テレビ見ますね、僕は結構。今なんか面白いとこあります？今でも最近で言ったら、もう世にも奇妙な物語とか録画してて、この間も見てて、うん、あ
そうですね、でも水曜日のダウンタウンとか。ああ、やっぱお笑い系なんですね。お笑い系基本見ますね、でも。はい、いいですね。あんまり時間が合わなくて、録画とかしないんで、見えないんですよ。ね、なんか、入ってみたら朝まで生テレビぐらいしかないんで、もう、そうそう、ドラマとか。ね、一人暮らし、暮らしなんですよ。何ですよ、わかんないよ。一人暮らししたいですね。ああ、はい、いいね。なんか、でも東京って、はい、どこに人住んでんだろうと思うもんね。ありますよね。あんだけ人いて、そう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 、もう新宿近辺やったらどこに住む場所あるんかなみたいな。そうそうそう、ありますよね。うん、ね、なんかちょっと外れまで行ったら中野とかでも行って住んでみたいな。ああ、いいっすね。ゴミ箱で住んでるの入らん。新宿駅前の、ね、どこ住んでるの、新宿駅みたいな。めっちゃかっこええやん。JR みたいな。めっちゃかっこいいやん。駅警備してますね。そうそうそう。ダンボールスみたいな家。あったかいっすよみたいな。なるほど。友達のゴキブリ元気。ダメですかね。ゴキブリはもう、ゴキブリはもうご飯、友達がね、もう餌、そう。なんかそう、駅釣りみたいなね。かっこよくないみたいな。そうそうそう。なるほどね。いやー、暑い。ほんとに。ね、親友のじいさん。ひじき、親友のじいさん。誰よ、親友のじいさんって。誰やねん、じいさん。ゴキブリやもん、完全に。何、隣のネズミの田中、最近亡くなったんだって。誰だよ、田中って。なんか、名字あんの、ネズミって。あの、霧島部活やめる予定よ、みたいなノリさ。はいはいはい。ああ。隣のネズミの田中、最近いなくなったんだって。田中いなくなったんだって、みたいな。やめるってよ、みたいな。やめる。外にも、ゴキブリのじいさんとネズミの田中が知り合いっていうパターンとかね。トムとジェリー的な感じ、ね、的な感じで、ね。多分、じいさん食われてるみたいな。気ぃつけば裏切られて食われてる。そうそうそう。ネズミに食われてるみたいな。そうそう、そんな感じ。いやー、でもね。熱々。え、ってか、休みなんすか、今日。今日休みですね。連休が。そうそう、連休が月曜日と木曜日なんで。あ、2日あるの？週休2日なんですよ。はい、え、そうなんですか？すごい。なんでちょっと休みで、今日。まず、休みにありがとうございます。いやいや、全然。え、普段はどこら辺でね、なんか買い物とかどこでするんですか、新宿とかですか。買い物とかでも、渋谷行ったりはしますね。はい、渋谷ぐらいしか分かんないんで、まだ。なるほど、なるほど。そうですね。確かにね、渋谷と池袋ぐらいしか行かなかった、最初。そうですね。ちょっと最近やっとちょっと外出始めたみたいな。はいはいはい。感じですかね、僕もね。いや、前ね、ちょっと、まあ行っていいか分かんないですけど、はい、そうドンキ行ったら会うみたいな。あー、前やったよ。西口さんと会うみたいな。確かに。そうそうそう。時間帯が時間帯だったね。しかも僕も結構休みやね、もうなんか、はい、あみたいな、ちょっとなんかローテンションみたいな。お互いに言うて僕、ひじいさん2回目ですか、2回目でひじいさんって呼んでええのか分からへんけど、とりあえず呼ぶみたいな。読み方がね、そう、とりあえず読み方が分かんないみたいな。そうですね、漢字弱めみたいな。そうそう、漢字弱め。そう、ひじりじゃなくて、そこはちょっとモラル的にちょっとやめとくわ。とりあえずもう3回目になったら多分ひじきみたいな。次あたりからさ、ひじきになりますね。もういいよ、ひじきでいいよ。ひじきでいいよ。え、みんな飯に例えてるみたいな。そうですね。なんなんもうこれ。まあまあね、ひじき美味しいですけどね、僕好きですけどね。美味しいですよね。ね、本当に。なんか海藻とかね、僕もちょっとダイエットしてる時があって、はい、してるんですけど、まあ、その海藻とかすごい食べてましたからね。わかめダイエットとか言いますもんね。あ、言いますよ、ね、なんか。ありますしね。なんかパンパンになった食物繊維がええみたいな。はいはいはい。突き出しのひじきとか美味しいですね。美味しいですね。そうそう。なんやろ、ちなみに何ダイエットしてるんですか。ワニダイエット、うん、最近はもう納豆めっちゃ食べてますね。あー、納豆とか、納豆キムチとかね。ネバネバ系。ネバネバ系ね。美味しいっすよね。てか、ひじきさん、あ、ごめんなさい、ひじきさんめっちゃ遅いですよね。いやー、スタイルいいっすね。自分1日1回シュークリーム食べてるんで、本当です、これは。シュークリーム系男子って名乗って、はいはいはい、甘いの大好きで、うん、1日1回絶対食べてる。こっち来てなんだかんだ4キロぐらい太ってます。4キロ、なるほど。いやでも本当シュークリームで1年間シュークリーム食べろって言われてもいけますもん。すごいすごいすね。それぐらい甘いの好きなんで。あー、スイーツ男子みたいな感じですね。別にいいや、糖尿まだ別にそんな糖尿心配するとしちゃうだよ。肝がすごい。いや、いいじゃん、別にシュークリームぐらい。ね、エクレアとかもね、美味しいけどね。美味しいですね。ね、ひじきは食べないの。いや、ひじき食べるけど。トモ食いみたいな。
まあね、なるほど。甘いのってどうなんですか。僕甘いのダメなんですよ。はいはいはい。実はこう、まあ、こう見てて自分で言ったらちょっとあれなんでなんですけど、はい、そう、なんか甘いのダメなんで、なんかね、羨ましいです。そういうスイパラとかね。あー、あ、いいですね。あ、甘いの好きですか。甘いの好きですよ。めちゃくちゃ食べれないですけど。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。なんかでもやっぱたこ焼きとか好きであってほしいみたいな、大阪の人の勝手なイメージですけど、はいはいはい、まあ、関西の人のイメージとして特別でも思ってる以上に食べないですよ、そんなに。へー、はい、みんなその関西イメージ、お好みとかたこ焼きをめちゃくちゃ食べるみたいな、うん、あれがあるんですけど、うん、そんな食べないですよね、ほぼほぼ。おー、なるほどなるほど、はい、ね、なんか僕も勝手なイメージ食べるんやろうなと思ったんだけど、はい、あんま食べないですね、ご当地柄って。そうですね、タコパ、タコパしよう、タコパしようよ。いいっすよね、タコパ。ちょ、なんか次の企画、タコパにします。タコパするひたすら焼くみたいな。タコ焼き買って、そう、めっちゃうまいって。なんかちょっとクリームとか入れたらシュークリームになるみたいな。あー、いいっすね。若干いけるみたいな。そう、や、ね、闇たこ焼きみたいな。そう、闇たこみたいな。そう、最初の焼いて終わるんじゃないですか。まして、焦げたーできましたって言って1個ぐらいテキーラボール入れとくみたいな。あー、いいっすね。テキーラボール、そう、テロテロになったんですけど、これ絶対ヤバいやつやん。いや、でもあれなんかありますよね。なんか前バー行ったらなんか、はいはいはい、ロシアンたこ焼きでめっちゃ一番辛いやつみたいな。へー、ああいうのやっぱ辛いんですか。めっちゃ辛いですよ。もうなんか吐きましたもん、それで。本当にすごいね、殺意が湧いた。冗談じゃないぐらい辛かったんですよね。いや、そう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 、本当にマジで辛くて、もう、はいはいはい、涙出るみたいな。二度と出前でわけわからん、もう箸つけないよ。ね、しないと思いますが、本当に。デスソース、あ、でもデスソースはやばい。デスソースなんか、あれあれやばいっすよね。そう、やばいやばい、絶対やばい。もうなんかあの瓶の色がいいや、もう気持ち悪いみたいな。そうそうそう、見てるだけで気持ち悪いですもんね。本当に気持ち悪い、あれは。あ、でもね、そう、なんかね、そういう、なんかやりたいですね、でもたこ焼き鍋とかね。もう時期的には鍋ですもんね。鍋つつきながらやるみたいな、なんか企画やりたいですよね。なんか企画やりたいですね。本当はやる予定だったんですよ。はいはい。幼少期の写真をみんなで持ってきて、はい、カメラして、はい、これ誰のでしょってやろうと思ってたんですけど、はい、なかなか揃わないんだよね。あー、なるほど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 。それやろうって先々週言ってたんですけど、あったっけな、なんか僕もともと野球部やったら丸坊主あったかになんで。そうそう、ねえ、なんか幼少期の頃、でも幼少期ってどうなんだろう、なんか変わるんかな。絶対すぐ当てられそうっす。あた、誰か当てるみたいな。うん、ね、でもなんかじゃあ企画考えましょう。なんかそうですね、逆になんかやってほしい企画あるみたいな。アメトークみたいな、もう1分前やけどみたいな。そうそうそう、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとまあ、そういう企画をね、今後考えながらやっていくということで。そう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 、ですね。何かたこ焼き放送、いいね、たこ焼き放送したいですね。たこ焼き、でも30、その枠内で作るからね、もう全部。はいはいはい、やらせしないから、もう基本的に。何か、考えておきましょう、じゃあ、ほんと次回。そうそうそう、ちょ、企画をね、はい、企画出すかいみたいな、とりあえず、はい、そうですね、やりたいですね、なんか。じゃあね、まあ、イベントあるということで、はい、シグネス16日、イベント、バースデーです。よいしょ、イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を